川崎競馬第10競走メインレースを迎えました。長月オープン、距離 1600m、 8頭立て。人気の中心は3番ラブミー君です。すでにゲートへと収まっています。枠入り最後は8番当選春風、浦和からの遠征馬、最後に8番ゲートへと誘導されます。前進収まります。8頭ゲート内スタートしました。飛び出しまずまず揃いました。まずは3番ラブミー君先手を伺います。うちムチが入って2番のタマモベルモット並んでまいりました。1馬身から1馬身半差の3番手7番チャンピオンゴッド、そのうちを通って4番宮島っきー、あとは1馬身差8番当選春風、うちを通る1番シグナルプロシード、後ろ2頭少し離れて6番時のエクセレント、5番のプラントハンター。前は飛ばしていく展開になりまして、 1,2 コーナー中間残り1000の標識を今通過。先頭3番ラブミー君です。振り切ってリード2馬身から3馬身、2番タマモベルモットが2番手、2コーナーカーブから向こう上面、さらに2馬身差4番の宮島キー、並んでくるのは7番チャンピオンゴッド、8番当選春風、1馬身差1番シグナルプロシードが続いて、さらには6番時のエクセレント、馬群から離れて5番プラントハンターはしんがりを追走しています。バックストレッチ仲間を過ぎて600の標識を通過していきます。先頭は3番ラブミー君です。リードは2馬身ほど、手が動いて2番タマモベルモットが2番手、これをかわして7番のチャンピオンゴッドが2番手に上がって前を追ってくる、さらには8番当選春風、400の標識を通過、うち4番の宮島っきー、あとは外から追い上げる6番時のエクセレント、前は4コーナーカーブから直線、逃げる3番ラブミー君、リードは2馬身から3馬身4馬身広がった、2番手が7番チャンピオンゴッド、3番手以下広がって追い込んでくる6番時のエクセレント、そのうちからは8番当選春風、先頭3番ラブミー君突き放した、2番手が7番チャンピオンゴッド、6番時のエクセレントは今3番手、先頭はラブミー君ゴールイン。3番ラブミー君逃げ切りました。鞍上三河本則文騎手、7番チャンピオンゴッド2番手、3番手が6番時のエクセレント、あとは4番の宮島っきー、8番当選春風が続いています。先着は3番ラブミー君。序盤は2番タモモベルモットに絡まれるような展開となりましたが、これを振り切って道中はリードをキープ、直線コース最後は後続を突き放しました。力のあるところを見せました3番ラブミー君です。2番手は7番チャンピオンゴッド、3番手が6番時のエクセレント、着順払い戻し金の確定まで投票券は大切にお持ちください。第10競走でした。